ミラード・フィルモア、ミラード・フィルモア、1800年1月7日から1874年3月8日は、アメリカ合衆国の政治家、弁護士で第12代副大統領及び第13代大統領。大統領の死に際して、副大統領から昇格した二人目の大統領で、ザカリー・テイラーが、これらで死去した後の大統領職を継いだ。身長5フィート9インチ。 約175センチメートル。フィルモアは、米国戦争の間に併合された領土に、奴隷制度を導入しないという提案に反対し、南部諸州をなだめるため、1850年協定を支持し、同協定に署名した。その中には、逃亡奴隷法、ブラッドハウンド法も含まれた。インディアンに対しては徹底排除の方針を取り、百五十一年には、 を締結させ、ミズりリ外政の多数のインディアン部族からその領土、奪った。外交政策においては、日本との貿易を進め、ハワイを併合しようとするナポレオン3世と衝突、フランスやイギリスと共に、キューバに侵入しようとしたの動きに対抗した。大統領職後は、ノーナッシングムーブメントに加わり、南北戦争の間には、リンカーン大統領に反対。 レコンストラクションの期間には、ジョンソン大統領を支持した。フィルモアは、バッファロー大学の共同設立者であり、バッファローエリー軍歴史協会の設立に尽力した。日本史においては、ペリーを日本に派遣した大統領として記憶されている。幕府は、正式にこれを受理した。このことで、国際的に検討を必要としたので、 日本は、開国に向けて前進せざるを得なくなった。1854年の開国につながる要因となる。フィルモアは、カユーガ軍モラビアのマルタゴーヤで、ナサニエル・フィルモアとフィービー・ミラードの間に九人兄弟の2番目、長男として生まれた。一家は、農家で国賓だったため、正規の教育を受けることができず、青年期になるまでまともな読み書きができなかったと言われている。 彼は、その後、バッファロー南方のイーストオーロラに移り住む。フィルモアは後年ユニテリアン主義となったものの、父方の祖先は、スコットランドの長老派教会を信仰し、母方はイギリスの非国教徒であった。父親はフィルモアが十四歳の時に、スパータの布メーカーに取引を学ばせるため彼を土手にやった。彼は四ヶ月で、 その方向先を離れたが、ニューホープで同様のメーカーに徒弟として入った。フィルモアは、辺境地に住んでいたため正規の教育を受けられなかったが、1819年に6ヶ月間、ニューホープアカデミーで学んだ。その年の後半に彼は、モントビルのウォルターウッド判事の下で、事務員として働き始める。彼はそこで法律を学んだ。フィルモアは、 ニューホープアカデミーで出会ったアビゲール・パワーズと恋に落ち、1826年2月5日に結婚した。夫妻の間には二人の子供、ミラード・パワーズ・フィルモアとメアリー・アビール・フィルモアがいた。フィルモアは、ウッドの元を去って、バッファローに移り住み、アサライスとジョゼフ・クラリーの法律事務所で法律の勉強を続けた。1823年に、放送会入りし、イースト・オーロラで、 法律業務を始める。1825年には新居を建築する。1834年にはネイサン・ケルシー・ホールと共に共同法律事務所を開設した。同事務所は西ニューヨークにおける名門となり、現在もホジソン・ラス・エル・エル・ピーとして存続している。1846年にフィルモアは私立のバッファロー大学を設立した。同大は 現在のニューヨーク州立大学バッファロー校である。フィルモアの兵役は限定的なものであった。彼は1846年の米国戦争の間、ニューヨーク民兵として勤務した。1828年、フィルモアはハンイソン党からニューヨーク州下院議員に選出され、1829年から31年まで同職を務めた。 こう書くと、非メ悲ソンと思われがちだが、ジョージ・ワシントン・メソニック・ナショナル・メモリアル内には、歴代のメイソン大統領として写真が展示されてる。最後の任期で彼は、新たな破産法制定のための、特別立法委員会議長を務めた。法案は一部の民主党員が支持したため、彼は無党派のアプローチをとり、民主党が法案成立を自らの功績にすることを認めることで、 同法案を成立させた。こういった、目立たず、スポットライトも浴びることなく、実利を取るといったやり方は、後の国政運営における、フィルモアのアプローチを特徴付けた。その後フィルモアは1832年に、保育党から、同党の政治上の死といえるサーロー・ウィードの後を継いで、第23回議会に当選、連邦会議員となり、 1833年から35年まで同職を務める。1836年に改選され、第25回期を務め、1837年から43年まで、第26回期、第27回期も務めたが、1842年には再指名候補を辞退した。議会で彼はとしてテキサスを認めることに反対した。1841年には、 会議朝鮮に出馬したが辞典となる。1841年から43年まで会員再入院会委員長を務め、お起訴した。同法案は他の2つの法案とともに、ジョン・タイラー大統領によって拒否された。議員を辞めた後、フィルモアは1844年のニューヨーク州知事選挙にホイックから出馬したものの落選した。彼は、 一般投票によって選出された初のニューヨーク集会系検査官であり、1848年から49年まで在職した。集会系監査官として彼はニューヨークの銀行システムを改定、そのシステムを後にナショナルバンキングシステムのモデルとした。1848年のホイッグ等全国大会でザカリー・テラー将軍が大統領候補に選出され、 ヘンリー・クレイ支持者と、米国戦争で得た領土における、奴隷制度の反対者たちの怒りを買うこととなった。ホイック等の現実的な政治家グループは、副大統領候補として、フィルモアを指名した。フィルモアは非奴隷制度州出身であり、人口最多州であるニューヨークの支持を得られると、考えられた。フィルモアはまた、ニューヨーク州のマシーンのボスである、サーロー・ウィード、 そして彼の代理とも言えるウィリアム・スワードが副大統領候補に指名されるのを妨げることとなった。結局、スワードは上院議員に当選した。スワードとフィルモアの争いは後にテイラー内閣における閣議にも引き継がれ、フィルモアのアドバイスに対するものとして因然たる力を発揮した。この争いはテイラーの死後も続いた。テイラーとフィルモアは米国戦争で アメリカ合衆国がメキシコから得た新領土における奴隷制度問題について意見が異なった。テイラーは新しい州には自由州になってほしいと考えたが、フィルモアは南部を沈めるため、それらの州における奴隷制度を支持した。彼は、神は私が奴隷制度を打棄することを知っているが、しかしそれは既存の弊害であり。私たちはそれに対して、 憲法によって保障されるような保護をそれに与えなければならない。と語っている。フィルモアは数ヶ月間に及んだ1850年協定に関する討論の間、その議長を務めた。討論の間にミシシッピ州選出のヘンリー・エス・フートはミズーリ州選出のトーマス・エイチ・ベントンに対して拳銃突きつけた。フィルモアは協定の長所に関するコメントを公表しなかった。 しかしながら、テイラー大統領の死の数日前にフィルモアは北部を支持して、ヘンリー・クレイの提案が成立するように投げすると、示唆した。テイラーが1850年7月9日に急戦し、フィルモアは大統領職を引き継いだ。リーダーシップの変化は、突然の政治的変化のシグナルとなった。フィルモアは、奴隷制度問題に対して、テイラーとは、 非常に異なった考えを持っていた。上品で温厚な新自然とした人柄であったが、二三の例外を除けば店長が功績は上げていない。というのも、当時のアメリカ議会は民主党の画帳であり、また、フィルモアの属するホイッグとも、奴隷解放問題などでの分裂構想が激しく、重要法案がほとんど成立しなかったためであった。フィルモアは、この頃から芽生えてきた。 南北分裂の動きを何とか食い止めようと、いわゆる1850年の妥協と称される、当面の融和政策を実現したが、奴隷にあまりにも不利な法律。例えば、逮捕された奴隷を南部の所有の市に返還すべしと定めた、逃亡奴隷取締法があったおかげで、ホイック党の勢力は完全に推備した。がって、フィルモアがアメリカで現行の二大政党、民主党、 共和党以外の政党出身者で大統領になった、現時点では最後の人物となる。フィルモアの重要な功績の一つは、大陸横断鉄道建設の推進である。また、マシューペリー帝徳を日本に派遣し、日本の開国に成功したことだった。また、フランスの干渉があったハワイ王国、当時イギリス保護領を自国の影響下に置くことに成功した。 その他の功績としては、これは主に妻、アビゲールの功績になるが、ホワイトハウスに初めて図書室、水道、調理用ストーブを導入したことが挙げられる。ホワイトハウスに初めてバスタブを持ち込んだのもフィルモアであるとされることもあるが、真実ではない、忘れられた記念日。トーマス・ジェファーソン大統領から続くインディアンの、堀内政策を推し進め、で、西部大平原から、 南西部にかけた広大なインディアンの領土を合衆国に割譲させた。フィルモアは議会で次のように述べた。フィルモアは自信たっぷりにこう報告したが、フィルモアの退任後にインディアンに対する民族浄化とその抵抗戦であるインディアン戦争をさらに激化させる結果となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。